からないけど競馬が好き。はい、当たりませんね。なんか席が空いてましたね。ね。でもちょっと人はあんま多いと居心地悪いです。2連敗ですよ、はい、私は先ほど当てませんでした、当たりませんでした。惜しかったね。でもね、惜しかった。じゃあ3レース、なんかテレビで見ると全部同じ角度から見れるからいいね。テレビいいね、うん、あ、それもう企画指定ですか。競馬場は熱いし、見に行ったら見に行ったらまたりなんか全部よく見えたもん、生で見たら。その方がなんか分かりやすい、ちょっと見すぎだね、こっちで。ここで見てもいいですか。いや、行っても行きましょう。あ、一周見たら行きます。これは行かねえパターンだ。涼しいし、こっちの方が今目星つけてるから、ある程度。りのりのチャンネルスタート。さあ3レースですよ。なんか人増えてきたね。なんか増えてきたね、うん、一回映像を通して見た方が人気馬に当たってました、私は。あ、そう。残念。2位がいいなと思ったら一番人気だったもん。11もいいよね。さあどうですかこれは。あ、でも私生で見たら2位選んでないわ、多分。違うんだろう。あ、私がいた今。まあ意思疎通あったね、あいつと。誰？4番だね。これ4番かけるべきじゃない。でも選んでないね。選んでない。選んでないね。4番ずっとやってますよ。鼻詰まってんだ。口開いてるもん。辛いのかな。分からんね。ね、こうやって見ると分からんわ。7がよく見える。7よく見えたな。私画面通して見たのはとても直接見たのは別にですね。あれから映像映ればいいのかなってことよね。要はポコちゃんってこと。いや今もちょっとテレビとかちょっと上のレベルに行こうと思ってたんだけど。あ、でも加工はしてないからね、この子たちはね。11番阪神タイガース好きはかけるべきでしょう。見てくださいよ、あの阪神から。本当だ、絶対阪神ファンだ。だってネクタイ、横にいた人のネクタイも同じ柄だった。いいかな。2ですか、うん、2と6ときめきパラダイス。うん、7も良かった気がするけど、2、6、あと8も気になる。名前がピンクちゃんってせいかもしれないけど、8も、あと10、11もいいんだよな。あ、もう、あ、10どこ行った、10どこ行った、はい、今回いい馬多いな、どうしようかな。りのりのチャンネル、はい、はい、3レースです。はい、いいなと思った馬に行くと変わらず行くと言ったところ、いいなと思ったのがなんと1番人気2番人気でした。あらら、はい、ということで、3連複の軸2頭流し、そのよかった2と11から3、6、7、8、10で3連複で400円ずつ行ってるんでトータル2000円。これ総額もう4000円、これ負けたら若干勝負これ。ああ、なるほど。私もちょっと近いですね。3連単のフォーメーション、2、10、11、2、10、11、7、11。はい、あー、なんか今日かけ方うまくない。そんなことないですよ。11が1着に来ないっていう一番人気が。あー、そうね。私はなんかこれをさ3連単にしようかなと思ったんだけど、1、2着とかさ2、3着とか1、3着をなんかもう選ぶあの勇気がなかったからまとめた。俺はもう11が1着に来たら終わる。ただ2着、3着に来るんじゃないか。そうだ、ここだね、肝は。そう、
ここに来てくれたらいいね。そうそうそう。じゃあ見てみますか。頑張ろう。これ当てないとやばいっすよ。やばい、めまいがしてきたもんね。12レースまで持たないよこれ。持たんね、確かに。1000円ずつやっても私これで今1000円、え、600円いったんで。600円、あ、そっか、2400円だから3000円で、さっき500円かけたから3500円。あ、でも私の方がいってる、4000円結果で、私当たってますか。当たってもねえのに。頼ますよ、もうこれマジ、これダメだったらもう次俺のに乗っけてよ。いいよ、あげる、もう渡すスタートする。今2番が1着か2着スタート。スタートしました。少し遅れたサターストーミーです。あー、大丈夫です。大丈夫です。ミート11が来てる。ミート11ですね、はい。俺らの時代来たぜって感じで走っておりますね。あ、これは行くんじゃない。3着に何が来るかだな、ね。当たるかな。今度こそ当たりたいんだけど。11が3分の1、3分の1ぐらい当たってもいいでしょう。2、11、10、11が落ちろ。11は落ちないでしょう。見てください、あの圧倒的2頭の進み具合、10が追いついてきた。10が追いついてきたね。あ、これはもうガチガチ。もしかしてなんかが下がってない。何、あ、10が下がったの、11が下がったの。何番、20じゃん。4か、4だ。20いいお店なのに11下がったね。4はかけてないで4はかけてないで。4はかけてないね。うわ、読み正しかったのに。なんかさ、211で行こうかなと思ったの、馬たん、したら 1.6 倍とかだったの、うん、どうしようもないじゃん、そこかけても。惜しかったね。3着が当てれんね。え、あー、レースですね。チャンネル登録よろしくね。